ここは釧路町立上原中学校。今回はこの学校で頑張る吹奏楽部が舞台。これまでに吹奏楽コンクールで2度、アンサンブルコンテストで3度、北海道代表になるなど輝かしい成績を収める強豪校。2月、そんな彼女たちが出場した北海道アンサンブルコンテスト、クラリネット四重奏で演奏したオーディションのための6つの商品は見事金賞。2年連続4度目となる全国大会への切符を手にした。この出来事は富中吹奏楽部にとってはまさに悲願である。その理由は2020年2月新型コロナウイルス感染症の感染拡大。全国大会を主催する全日本吹奏楽連盟は福井県で開催予定だった全国大会の中止を発表。5年ぶりの北海道代表に選出されていた富中木管80奏の出場は幻となってしまった、中止になって決まった時はもう休校中だったので、その時直接生徒に伝えることができなかったので、メールで生徒に連絡したのを覚えています。1週間後ぐらいに学校で生徒に会ったんですが、うすうすコロナはもう流行していた時期だったので、中止になるんじゃないかなっていうふうに覚悟はしていたとは言っていたんですが、やっぱり残念だなっていう気持ちのようでした。5月、追い打ちをかけるかのように吹奏楽の甲子園とも呼ばれ、活動の中心となる吹奏楽コンクールも中止に。目標がないとやっぱり生徒のモチベーション的な部分は難しいなと思ったんですが、大会はなかったんですけど、3年生たちは自分たちがきちんと2年生に、技術であったりだとか部活動の運営的な面で2年生にバトンをつなぐということに目標をシフトチェンジして頑張ってくれました。そして冬、吹奏楽ではアンサンブルの季節。1月開催の釧路地区大会を無観客ながらも開催することが発表されたのだ。まさに希望の光である。今年もなかったらちょっとこの富原中学校の吹奏楽部もどうなってしまうのかなって、いつできるのかなって思って悲しい気持ちになる時もありました。今年は人前でお客様の前で演奏する機会があまりなかったので、人に届けられることができるっていうことを頭の中で考えて練習しました。中学校に行ったらすごいバリバリずっと練習して、夏の大会でみんなで全道大会や全国大会に行きたいっていうのが小学校からの夢だったので、すごく残念だったんですけど、それがなくなってしまって冬のコンクールに不安などあったんですけれども、先輩方のが丁寧に教えてくださって乗り切ることができました。2021年1月16日釧路地区アンサンブルコンテスト。中学校の部の代表は39チーム中わずか4チーム。35番目に出場したクラリネット四重奏は見事地区代表を勝ち取った。しかしその喜びから2週間後、全道大会の動画審査開催への変更。札幌市内の会場を舞台にたくさんの観客の前で演奏を披露することが叶わなかった。地区大会では無観客での演奏だったので、全道大会では人の前で演奏できると楽しみにしてたんですが、動画審査になってしまったので、その時はとても悲しかったんですけど、動画審査でも審査員の方々に自分たちの練習した姿を伝えられるように
努力しました。中学校になって初めてのアンサンブルで地区大会を通過できて全道大会に行けて、中学校になってから少し何か自分の中でも変わったような気がします。日々成長を遂げるクラ四重奏が奏でる音は審査員の心をつかみ、見事2年連続となる北海道代表の座を射止めた。何時に結果が出るかっていうのが分かんなくて、それでみんなで集まって聞いてはいなかったんですけど、個人個人でホームページを見て全国っていうのが決まって、すごい嬉しいというよりもびっくりしました。なんかもうすぐ LINE とかでおめでとうみたいな感じで喜んでました、うん、去年行けなくて悲しくて全道の時に自分たちの思ったような演奏ができなくて、全国では自分たちが悔いの残らない演奏をしようってなってて、でも行けなくなっちゃって結構悔しかったです。定期演奏会があって、その定期演奏会でもやっぱり自分たちが納得するような演奏をしたいので練習しているんですけど、やっぱり両立が結構難しいので、頑張ってやってます。そしてついにやってくる全日本アンサンブルコンテスト、コロナ禍で掴んだ夢の舞台。北海道を含む全国11支部の7000を超える中学校の中から支部大会を勝ち抜いた20校が出場する。全道大会に提出した動画がまだまだ課題がたくさんあったので、そこをみんなで課題を見つけて、その課題を一つずつ潰していけるように練習しています。この曲にはベルトオンって言って、その4人がバラバラのタイミングで音を出すんですけど、その音を出した時にお客さんから聞いてみたら、その一つの音楽に聞こえるっていうところがたくさんあって、そこを重点的に地区大会の時からずっとやってきたので、そこが自分たちが一番こだわった部分なので、全国大会でもそこを成功してできるように練習しています。コロナ禍で成長したクラ四重奏のメンバーたち、そして自分たちで掴んだ栄光。アンサンブルのコンクールですので、指揮者がいないので、練習は曲の練習も自分たちでずっとやってきていたので、生徒たちの努力のおかげで、こういう結果が出たのかなと思いますし、そういう生徒の努力が報われたのが嬉しいなと思います。今月の28日の日曜日の日、コーチャン4釧路文化ホールの大ホールで2次会で定期演奏会を開催いたしますので、もしお時間がある方はお越しください。はい、去年も全国大会、そこまでのチケットも取り、もう行く気満々というか、全ての準備を整えて、で1週間前ですかね、かなり直近だったと思いますけれども、急に全国大会中止という連絡が来て、子どもたちも非常に力を落としたことを覚えています。ですから今年全道大会でまた北海道代表となることができたんですけれども、今年はできるんだろうかと、正直不安な気持ちで今回の全国大会を迎えてます。ようやくお客さんの前で演奏ができるという、その現実がようやく本物になるということで、子どもたちも非常にモチベーションを高く毎日の練習に当たってますので、結果は後からついてくるものだということで、宮崎の地で自分たちの演奏にも満足して、そして会場全体を楽しんで演奏してくれるのかなと思っています。
初めて全国大会に行くので、わからないことも多くて緊張するんですけれども、初めてお客さんに届けられる、生で届けられるということで、楽しんでいきたいと思います。全国大会では初めてお客さんに聞いてもらえるということなので、お客さんに今まで11月から練習してきたことを全て出し切って、お客さんも楽しんで聞いてもらえればいいかと思っています。今回が初めてお客さんの前で吹く機会なので、これまで教えてくださった顧問の先生や講師の先生や部員たちに感謝して、自分たちもお客さんも楽しめるような演奏がしたいです。ここまで来れたのは一番近くで応援してくださった部員のみんなや顧問の先生や保護者や何より、その一緒にここまでやってきた3人のメンバーが一生懸命諦めずにここまで練習してこれて、そして今回が初めてお客さんの前で演奏するので、地区大会で奨励賞で終わってしまった金八のみんなや北海道の方々やその他の宮崎県で全力で精一杯楽しんでいこうと思います。頑張れ富中吹奏楽部、つかめゴールド金賞。